はい、どうもギルドおじさんです。ギルド戦おじさんです。今日は7月29日、ギルド戦15試合目ですね。第2シーズンの、今日はね、総合勝者緑物産さんとの対決となります。はい、よろしくお願いいたします。で、今回ね、撮影の方を快く了承してくださったウンバボさん、本当にありがとうございます。ギルドのメンバーの方も本当にありがとうございます。ぜひね、勉強させていただきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。まあ、ちょっとね、動画の内容前後しちゃいますんで、それだけちょっとご了承ください。これ、最初の1戦目やるより後に、動画撮ってるんで、これ前半に差し込まれてるんですけど、この後戦うときに、あれ、全体の証が減ってるみたいに思わないでください。はい。こっちはちょっと後に撮ってます。さらっと見た感じ、ソルと、孫悟空と、あと、ルリ。あと、魔法パ。っていうのが、まあ、ソルが、3。サルが3。で、さっきの残りが3って感じで、3対3対3ぐらいで、編成されてるような感じでしたね。一番下の方でもこのぐらいの強さです。もうほんと強そう。これマジやばい。状態異常がね、やっぱり振り巻きが多い。で、あとは、ルリの効果力。リョフ、アラゴン、そして、ジャック王でね、バフかけられて、自身のクリティカル効果でね、しかも、地形効果は攻撃力 10% アップなんでね、これやばいっすよ。狂気ですよ。29番だから気軽に攻めるっていうことはできない。うん。臨床勝ってるからとかっていうんじゃない。多分これ、ルリ、臨床、一個は敏将だと思うけど、もう一個はクリティカルとかだと思うんでね。これちょっとやばい人だと思います。触るな危険っていう感じの、なんか、弾薬庫的なイメージ。絶対強いっす。この方はテンプレですね。テンプレのソルっていうのはやっぱ強いからね。ただエースが一番上で、なんですね。封炎が下で。両方が、なんかちょっと、そうなんだって思っちゃいますね。なんか一番の方が狙われやすいっていう、いう話を聞いたような気がするんですけどね。なんでなんだろうね。ちょっと理由知りたいですね。特にありませんって言われちゃったりして。で、この方が、まあ、典型的なルリパですね。強い。強いっす。攻撃力 10% アップついてるんでね。だから、うちのメンバーも2回攻撃してやっと、証を3つ取れてるって感じですね。上の方を見ていきますか。まあ、ウンバボさんとか、国鳥2さんとか、サラヤさんとかは、もう上位ランカーなんで、こう見るまでもないですよね、もう。見なくても強いの分かっちゃうもんね、もうほんと。ウンバボさん、デロンズ。クソ強いっすよ。敏将85だから、これ、エクスカリバー2本装備してますからね。ルーティーもレベル40って書いてあるし。触るな危険ですよ、ほんと。なので飛ばしますよ、もうこの3人の方は。もう見る必要ないですよね。コパイダさん。これ魔法パーですね。悪いことしちゃダメある。決まった。何がって感じだけど。これね、リンリンを早く倒せないと、光栄のキャラ殺されちゃうよっていうパーティーですよね。危険ですね、これも。若干運ゲーになりますね。だから、敏将は、勝ってないと、ちょっときついね、戦うには。で、私が、この後戦う方ですね。俺バレちゃってるね。この後負けるって。
ソルパ。テンプレですね。私のパーティーをより強くした感じです。絶対勝てないと思う。これは孫悟空かな？違うか。ソルか。これ孫悟空の衣装だよね、これ。違うのかな？この方も強いっすね、テンプレ。これが孫悟空か。民衆地見るとね、この方は、あ、この方、あれか。昨日俺がアリーナで戦った人と同じ編成だ。これは怖えな。これ昨日、たまたま勝ちましたけど、すげえ恐ろしいっすよ。孫悟空の如意棒が飛んできて、二人倒れたんですよ。で、その時クリス生きてて、全壊しちゃったんですよね、敵が。こっちグランドバイパー先に撃ったのに。何が恐ろしいかって、クリスが硬い。めちゃめちゃクリスが硬い。もうほんとね、これはね、考えられたパーティーだと思いますよ。皆さんもね、クリスがね、眠ってたらね、ちょっとぜひね、掘り起こしてね、やってみてほしいですね。典型的な孫悟空パーなのかな。孫悟空、どうなんだろうね、貝じゃなくて、貝の方が強いのかな。これは多分デイジーの敏将が84なんだろうな。先行も取られた上に、孫悟空がクリティカルだろうから、反撃のスキルがどでかいダメージって感じなんでしょうね。あー、テンプレみたいな、あ、テンプレではない。アイリーンだ。やばいっすね。さすが上位ギルドだな。それで、敏将が182しかないから、クリティカルとか弱点に振ってるんですね。だって、これ、ルリだけ敏将ってことでしょ、これ。他の人はもう、クリティカルってことだよね、きっと。182のうち、84でしょ、だって。4人で98賄ってるってことはね。そういうことだよね。やべえ、すげえ怖い。パーティーだ、これ。ここら辺は孫悟空が多かった気がするな。わあ、このパーティーはちょっと、耐久ですね。ルーディーいて、クリスいて、エスパーダいて。で、火力は、まあ、クリスと、リョフ。ってとこですかね。で、満月が飛んできたらやばい、みたいな。怖え。ルディがこうやって、まあ、見えないかもしれないけど、ねえ、筋肉マンの肉のカーテンみたいな状態でこう、ルディが立ってることを想像してください。もう恐ろしくてしょうがないですね。怖い怖い。あ、ここにも、テンプレのソルがいましたね。すげえ。孫悟空。テンプレ孫悟空。ああ、超運がいる。で、あれっすね。最近こうやって呂布ワンバックにする人も増えてきてますね。多分これって、あれなんですよね。ソルに対抗する手段なんですよね、きっと。攻撃される回数減らして、倒されないようにして、みたいな。で、攻撃力もそもそも高いから、みたいな。戦いたくないパーティーの一つですね。孫悟空、ルディが入ってる。いやー、いろんなパーティーいるな。悪いことしちゃダメよ、ルー。これも独特ですね。なんか、どういう理由なのか教えてほしいな。このバランスにしてる理由っていうのを。リンリンワンバックじゃダメなんですかね。満月山の攻撃力を上げたいってことなのかな。まあ、満月山貫通ですからね。ああ、でも、まあ、貫通だから免疫は飛び越えられるけど、無効化は飛び越えられないけど。そういうのがあるのかな。あ、そっか。わかったわかった。百花繚乱とかを、のスキルは後にしたいんだ。光栄の方がスキル後に打ちやすいから、
そういうことだ、きっと。違うかな。うわ、絶対強い。ムーディーレベル40。力もレベル38。すげえな、さすが上位ギルドだな。カンウ、カンウレベル40。これやば。気絶当たんないからね、俺のパーティーじゃ絶対挑めない。俺のパーティーで挑めてこのパーティーかな。孫悟空は。このパーティーもいけるかな。風炎。まあ、風炎アラゴンだったらま、いけるか。風炎はソルが一応暗闇耐性リングつけてるから。まあ、かかるときはかかるけど。うん。この辺もな。2回防衛してるな。強いな。ソルはもう敏捷一緒だったら、一緒じゃん、だったらいけるかもぐらいだな。ここぐらいしかいけないと思うんだよな、あれ。すごい。やっぱ揃ってるな。ここにもソルいた。敏捷85。エクスカリバー持ちですね。これ、ソルパーティーじゃ読めないね。どうなる、どうするんだろうな。誰が挑むんだろう。ルリか。どうなんだろうな。俺、そう、最高敏捷負けてるから挑みたくはない。あ、でももう、証全部取ってる。間違って隣を押してた。いやー強い。このパーティーは強い。風炎だったらもっとやばかったね。敏捷超高いね。アラゴンが敏捷下に引っ張るのにこんなに敏捷高いって恐ろしいな。孫悟空。いやーすごい。全部見させてもらいましたけど、ほんとすごいパーティー、揃いですね。まあ、このパーティーから何個証を取れるか、ぜひお楽しみにしてください。では、ここでカットして、第1戦目ですね、私の。につなぎます。どうぞ。はい、どうも、ギルド戦おじさんです。今日はね、なんと総合勝者、緑物産さんと、対決ということでね、正直すごく緊張しております。うん。で、ギルマスのウンバボさんからね、まあ、心よく、許可をいただいて、撮影をさせていただいております。はい。で、まあ、ほんとね、上位ランカー、アリーナの上位ランカー、もう国長さんとかね、もう見ない日がないみたいな。アリーナ開くと必ず見るみたいなね。サラヤさんとかもね、いますよね。うん。だからそういうね、ギルドと戦えるっていうのはすごい光栄だし、自分の力を試せるんでね、すごいいい機会だなと思っております。はい。私も今回はアリーナパーティーを編成してるんで、自分の力っていうところがね、リアルにわかるんで、うん。まあ、どこに手こ入れするべきかっていうのも、まあ、頭の中にはあるんですけど、まあ、それをまあ、より明確にできるかなと思っております。はい。で、細かいね、メンバーの、まあ、こういうパーティーなのかな、みたいな話っていうのは、ちょっと対戦した後に、見ていこうかなと思います。で、今、もう一通り見終わった後で、対戦者を一番目の対戦したい人をちょっと決めているんで、そこにちょっと挑んでみたいなと思います。この9番の、シャッチーナさんですね。はい。こちらに挑んでみたいなと思います。で、まあ、選んだ理由としては、総合敏捷は負けてるんですけど、まあ、攻撃バフ的なところと防御力的なところは、私の方が勝ってるなっていうところ
が一つある。で、まあ、最高便賞が一緒で、私はアクセサリーを強化している。で、シャチーナさんはアクセサリーを強化していなかったっていうところで、まあ私の方にちょっと有利に働くんじゃないかなと。で、証1個以上は持って帰れるんじゃないかなと判断したの、というのが判断材料かなというふうに思っております。ただ、私は、レベル38の銀枠のソル。で、お相手さんのシャチーナさんは金カードのソル。ということなんで、耐久力には大きな差があるので、まあ、そこにはね、ちょっと、十分注意が必要だなと思ってます。で、あと、中身的なところでの、こう、大きな差で見ていくとすれば、まあ、やっぱり、アラゴンとフーエンの差ですよね。ここはでかい。で、あとはジャックを、私は気絶しか、持ってないんですけど、向こうには暗闇と、麻痺と感電、あと気絶があるというところで、向こうは状態異常をたくさん付与できる要素があるっていうところですね。そこはちょっと恐ろしいところですね。はい。まあ、それをどうやって乗り越えていくかっていうのが、まあ、勝負。まあ、どちらにしろ、まあ、状態異常に関しては運だと思ってるんで。で、私はその運の要素の中で、一番、回避しやすい、ものである、暗闇。まあ、封炎を使ってる人多いんで、まあ、暗闇は、避けたいってことで、ソルに暗闇耐性リングをつけてると。まあ、まだ耐性なんでね、免疫が欲しいっちゃ欲しいですけどね。うん。耐性リングなんですけど、まあ、耐性リングつけてるんで、残加減は多少怖くないかなと。で、アラゴンの攻撃は、まあ、仮に残加減で暗闇かかっても、気絶は付与できるんで、そこら辺は心配してないと。いうとこですね。リュフに関してもそうです。バフ剥がしは暗闇かかってもできるし、うん。気絶もバフ剥がし、あ、じゃない、暗闇かかっててもできるというとこですね。で、ルディはどうせ、守護領域使うんで、食らわないだろう、みたいな、そういう感じです。はい。では、早速対戦していきたいなと思います。挑戦する。勝ちたい。頼む。私の勝率はアリーナでも、孫悟空に対するよりも、ソルの方が高いので、まあ、それをちょっと活かしたいなと思っております。よし先行取った。まさかのグランドバイパーから、そしてソルが気絶。なんてこった。3回来たけど、まあ倒されてた方がいいよね。アラゴンやられた。グランドワイパー欲しいな。ここでちょっと先走ったな。まあでもここを止めたのはいい、プラスに考えるか。ちょっとエース生きてるうちにちょっとスキル打っていこうか。ダメでした。うほー、状態異常の嵐ですね。まあこれはちょっとしょうがないかね。初手グラントバイパーで気絶しちゃったらね、まあどうにもならんよね。うん、対戦ありがとうございました。はい。これは、ちょっとね、まあ、一番、なんだろう、ダメなパターンというか、うん。で、負けてしまいましたね。うん。悔しいですが、これも勝負なんでね。はい。受け止めていきたいと思います。まあ、アラゴンを封印に変えるっていうのが、今のを避ける、まあ、ポイントの一つだと思いますんで、まあ、次回ね、
緑物産さんと戦うときには封炎で戦えたらと思います。では後半につなぎます。カットします。はい、戻ってまいりました。後半なんですけれども、現在は30、お互い36回、攻撃して、34個と42個、まあ、8個差で負けてるっていうような状態ですね。私は前半でね、証し取れなかったんで、今回はね、証しの回収に回りたいと思います。要領この方はバフ剥がしがないんでね、私のソルでも戦いやすいだろうということで、ちょっと証の回収をさせていただければと思います。はい、じゃあ早速読んでいきたいと思います。挑戦する。クラウドフェリーちゃんダメだ、再始動アロン。おお、ソルガ。ソル動けなくなると攻撃力ほぼないんですけどね、俺のパーティー。知らないでおっさん、助かった。オッケー。今フルを倒せなかったか。めちゃめちゃ生き返るからねこれね。ナイス。免疫剥がす必要もなくね、終わったんで。あぶね、これでソル動けなくなったらもう完全に俺詰んでた。大臣ありがとうございました。まあそれでも、まあやっぱりアリーナマスターランクぐらいのパーティーですよね。名誉50ありがとうございました。大変な戦いでした。まあなんとか1個回収することができて、差を7個に縮めることができましたと。さ、はい、ではどうなった、ちょっと待って、これもうちょっと増えてるかもね、証。うん、39に増えてますね。証の差は3つとなりました。はい、まあこの後ね、一回カットしてまた最終結果ご報告できればと思います。それではここで一旦切ります。